大山雄介。3割1分2厘、7本、37打点、出塁率。4割1分5厘、OPS。0.902。和製吉田正尚やん。すげえな。これは阪神の4番。ちなみに37打点はセリーグ堂々の1位。育成の阪神やね。金本のせいかなんやね。闇木がいなかったら阪神にいなかったという事実。大山でダメならしゃあないという空気を作り出す男。今となってはドラフト時の悲鳴が吐くつけてるよな。ドラフトでバカにされたあの大山がよくもまあここまでになったな。金本政権のドラフトほんますごない。大山冷えたら阪神完全終了やん。すべて背負ってる。ファースト守備うますぎ。ファーストってWAR稼ぎにくいんやなかったっけ。それで2位なん。大山とかいう成人やはり神は見ていたか。ドラフトで低評価、谷町が近寄らない、練習する。大山は谷町との遊びもせずに毎日バット振ってるから好感度高い。人が良さそうですき。大山なんて甲子園で20本打てて、チャンスに強くて、守備が上手くて、走塁意識高くて、真面目なだけの選手やん。大山さんは人の良さと常に全力なプレーでかつ成績も伴ってるという本当に応援されるべき選手。こいつ20代の貫禄やないやろ。顔がブサイクすぎる以外はほんまええ選手やな。大山ってチャンスに弱くて阪神ファンにいつも叩かれて、何番に置くべきか議論されてるイメージだったけど、今年の大山やたら勝負強すぎやろ。仕組んだは多かったのになぜか良いとこで打つイメージがいまいち薄かったんだよな。今年は文句なしに良いとこで打つ。これを理由なしに開幕越して7番スタートだってひどい扱いした監督がいたのが怖いわ。